ルイスキアッペ、ルイスキアッペは、アルゼンチン生まれの古生物学者である。鳥類の進化に関する研究で知られる。生は日本では、シアッペとも翻訳される。ブエノスアイレスで生まれた。1990年代には、ニューヨークのアメリカ自然史博物館で働いた後、ロサンゼルスの自然史博物館の恐竜研究所の所長、南カリフォルニア大学の非常勤教授を務めた。 アメリカ合衆国、モンゴル、アルゼンチン、中国、カザフスタンでフィールドワークを行い、主流類や鳥類の進化を専門とした。1995年に鳥の進化の総論的な論文を発表し鳥は、ディノニクスと姉妹グループとし、恐竜のグループに内包されることを支持し、鳥の祖先を樹上性の爬虫類であるという仮説を否定した。 その他に1993年にアルゼンチンの古生物学者、ホルヘ・カルボとアルゼンチンの中世代の地層から、エナンティオルニス類の新種、ッケイニヨーニツボランズを発見するなどの貢献をした。2005年にアレクサンダー・フォン・フンボルト財団から、ドイツ国外の有望な研究者に与えられる、フリードリ・ヒビルヘルム・ベッセル研究賞を受賞し、フンボルト財団の研究奨学資金を受けて、 ミュンヘンで研究し、フンボルト賞を受賞した。エーペルル、マークンデル、ルイス・チアッペ・フライトラス・バード・フロム・ザ・クラテイショス、オブ・モンゴリア・ネイチャー362、1993、623、626、コレクション・ネイチャー363、1993、188、チアッペ、LM、クーリア、RAA、ディングス、 L, ジャクソンカイチンセミ A, &M、フォックスソーラポートダイナソーエンブリオスフロムザレートクラテイショスオブパタゴニアネイジャー 396, 1998, 258から261ありがとうございます。